いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたします大谷翔平技ありの同点タイムリーで自己最多更新32本目の二塁だチームの連敗阻止に貢献地区優勝マジックは12米大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が15日日本時間16日 ででのブレーブレ戦に一番、指名打者で先発出場。第3打席4打席で連続でタイムリー2塁打を放つと同点で迎えた9回ツーアウト3塁の第5打席は申告敬遠から7得点の猛攻を演出しチームの全得点イニングに絡んだチームは接戦を制して連敗を2でストップ試合前に2位のサンディエゴ・パドレスが勝利していたため 負ければ地区優勝マジック11が消滅していた試合をものにし地区2位のパドレスとは3.5ゲーム差で優勝マジックを10に減らした47本塁打48盗塁のままで50本塁打50盗塁は3試合足踏みとなったが2打席連続のタイムリー2塁打と敬遠で打線の猛攻に火をつけた打点王争いではリーグ2位で1位のブルワーズのウィリー・アダメスと3点差 0対2で迎えた5回2アウト1・3塁で大谷のバットからようやく快音が響いた2打席連続三振に打ち取られていた通算138勝のベテランワンのチャーリー・モートンに対し初球の内角低め速球を狙い撃ち打球速度114.4マイル約184.1キロの痛烈なライナーで右翼線に弾き返し三塁走者を迎え入れて1点差に迫ったこれが今季31本目の二塁打で 2022年のこれまでの記録を抜いて自己最多を更新したさらに1対2の7回2アウト1・2塁の第4打席はサワンののディランリーとの対戦2球連続空振りであっさり追い込まれたが3球目の外角低めスライダーをバットの先で拾って右翼線へ運び2打席連続タイムリー2塁打でチームのここまでの全2得点を叩き出し同点にこれで今季106打点とし 試合前に109打点まで伸ばしたブルワーズのアダメズにも3打点差に迫った大谷は2塁ベース上でベンチとブルペンに両手を振るセレブレーションを見せたマルチ安打も3試合ぶりで今季54度目だシーズン106打点でキャリア杯を更新日本選手では2003年松井秀喜ヤンキースに並んで歴代3位となった得点圏での2打席で結果を出し32本の2塁打は自己最多となった 米実況は片手であれだけの強さであれだけ遠くまで引っ張れる選手がどれだけいると絶賛した試合を中継した米スポーツ専門局 ESPN の実況カール・ラベッチ氏は片手であれだけの強さであれだけ遠くまで引っ張れる選手がどれだけいると驚きの声を上げた中継では投球が大谷の比較的苦手なゾーンだったことを示すチャート図が登場ラベッチ氏は 大谷相手に投げるべきゾーンのボールを彼は打ちましたと称賛した2対2の9回ツーアウト3塁の後期で迎えた第5打席はエンゼルス時代の元同僚ブレイブスの絶対的な守護神ライセル・イグレシアスとの対戦しかしここでブレイブスベンチは大谷を深刻敬遠で歩かせたすると続くムーキー・ベッツがセンター前にタイムリーを放ちイグレシアスは6月16日のレーズ戦以来の失点となったまた フレディ・フリーマンにもタイムリーが飛び出しブレイブスのエラーも絡んで3点を奪ったさらにテオスカー・ヘルナンデスに発が飛び出してイグレシアスを KO、難攻不落の守護神を攻略してみせた大谷の申告敬遠はこれで今季10度目また大谷を申告敬遠した後の次の打者は8打数5安打打率は6割2分5厘となったさらにトミー・エドマンマックス・マンシーと テオスカーヘルナンデスから3者連続本塁打が飛び出しド派手な猛攻を繰り広げた試合後地元中継局のインタビューに答えたベッツは目の前で大谷が深刻敬遠されたことについて問われると自分だって大谷には投げたくないよと冗談めかして答えたベッツは試合後報道陣の取材に対しても彼らの作戦について何か言うつもりはない自分も大谷と勝負したくないうまく切り抜けることができた 明日に向けて準備を整えることができたタフな状況だったが僕たちならできると分からせてくれた我々はここ最近良い戦いができていなかった自信を持ち続けることが難しいが今日私たちは本当に良い仕事をしたこのまま突破口が開くまでプレッシャーをかけ続けるだけだと振り返ったこの日が通算3000安打を放ち事前活動中に飛行機事故で死去したロベルト・クレメンテの功績を称えるロベルト・クレメンテで 野球での活躍に加えて社会貢献に尽力した選手に贈るロベルト・クレメンテ賞にノミネートされているベッツはクレメンテが背負った背番号21をつけてプレーし大きな意味があるノミネートされたことだけでも素晴らしいと話した試合前にはデーブ・ロバーツ監督もクレメンテを題材に決起ミーティングを開催しており私たちがまだ大丈夫だということ自信を与えてくれた。 まだだ戦いい続けるとととうことだとミーティングの内容を説明したロバーツ監督がが大谷翔平を絶賛彼の力が必要だったデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で「大きな勝利だった」とナインを称えベッツ・クリーマンを含めた MVP トリオが助けになるかという問いに「そうだね彼らがスーパースターなのには理由がある」「彼らが集団としても個人としても軌道に乗るように」と思ってやっている。 才能があるからねと笑顔で語ったそしてチームが持ちこたえる要因となった大谷の打撃を称えた打線の口火を切った大谷の打撃については翔平は今夜私たちのために本当に大きなヒットを打ってくれた最初のタイムリー二塁打でさえもね私たちはああいったブレイクスルーを必要としていたんだ状況を打破するためには彼の力が必要だった彼の存在感だけで相手監督の判断は難しくなる ベースが空いている状況でムーキーと勝負することを選択するなどねと目を細めたこの日は3.5ゲーム差だった同地区2位のパドレスが勝ったためドジャースは負ければ地区優勝マジックが消滅するピンチだった24日同25日からはパドレスと本拠地3連戦で直接対決を迎える打球がえぐい大谷翔平軽く振って爆速タイムリーにファン驚愕元メジャーリーガーは。 本人は軽く振ったつもりこの試合の実況を務めた元メジャーリーガーの長谷川重利氏は本人の中では軽く振ったつもりだと思いますがすごい打球速度でしたと仰天していた中継を主張していたファンも打球早すぎるよう打った打つとこで打つは打球えぐいと久々の大谷のヒットに歓喜の声が上がっていた大谷はこの一打でキャリア杯更新となる31本目のツーベースヒットに。 次の打席でもツーベースを放ち記録をさらに更新しているフリーマンが語った伊野さみんな忘れているんじゃないかドジャースのフレディ・フリーマンは前人未到のシーズン50本塁打50盗塁に迫る大谷翔平に対する本音を語った未だかつて達成者のいない大記録に大谷が迫っている50本塁打50盗塁までは3本塁打2盗塁 残り試合13となった段階で文字通りカウントダウンは始まっているそうした中で米メディアでは大谷の快進撃に関心が集中日夜ありとあらゆる話題が取り上げられているそんな話題の尽きないメガスターを間近で見つめてきたフリーマンは本当に翔平は素晴らしい選手だみんなに本当はどんな選手なんだと聞かれるけど僕の答えはいつも同じだと絶賛舞台裏でのプロフェッショナルな姿勢を含め その潔さ,さを訴えた彼は右肘の手術からのリハビリ途中なんだ最近はそのことをみんな忘れているんじゃないかと思うねリハビリをこなしてその夜には打者として試合に出ているんだこれって本当に信じられないことなんだよ今年は何か使命感のようなものを抱えてやっているし今の彼なら50本塁打50盗塁も達成できると思うさらに何かと話題になる MVP の行方についても 今の翔平は本当に特別だよと語ったフリーマンは比較されるライバルたちを揶揄することなくこう続けている僕は一人の野球ファンでもあるだからリンドーアやウィット・ジュニアジャッジそして翔平のような選手を見られる時には彼らのやっていることに感謝するんだ MLB は本当に厳しい場所だからねみんなのプレーは楽しいし翔平は本当にすごいことをやっていると言いたいね 球界を代表する強打者の同僚に「本当にすごい!」と言わしめる大谷彼が奇跡とも言うべき50本塁打50盗塁をやってのけられるかは心底楽しみではある最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします